なんかこういう、お、出てきた。なんかこういうさ、めっちゃこういうね、なんかこういう言い過ぎやけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速、夢見の館へ。いらっしゃいませ。ラクゼーションサロン、夢の館へようこそお越しくださいました。はい、ということで今回はレモンの木が生い茂る爽やかな地中海の田舎村、田舎町をテーマにした空豆村に行ってみたいと思います。ご注文をご希望かしら。一眠り500ブリでご提供いたしますわ。いい夢見せて。あれよね、もはやもう村じゃなくて町って言ってしまっとるもんね。すごいわみんな。ええ、お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。はい、ということで、空豆村に出発。はい、空豆村に到着。お、着替えが置いてある。夢の世界へようこそ。あなたは今、空豆という村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、都の空豆の世界をご堪能遊ばせ。はい、ということで、まあ、地中海の田舎町をテーマにしたということで、地中海といえばあのシチリアレモンがね、すごい有名な。服は2種類あるんかな。こっちがシャツワンピースで、こっちがトレンディーな服。トレンディーな服とは一体、どんな感じ？じゃあ気になるけん、こっちにしてみよう。はい、それじゃあ着替えましょうか。じゃーん、こんな感じ。あ、これトレンディーな服って言うんや。なるほどね。昔のなんかディレクターとかそういうのがね、そういう人がなんか着とったようなイメージがある。そういう感じで、まあどっちも女の子ならどっちでも楽しめそうな感じやね。お、いいねいいね。もう広場、階段を降りたら広場に来るみたいな。で、広場の階段を駆け上がっていくと、え、めっちゃ綺麗なんやけど、やばくない？え、待って、街並み超綺麗すぎん？え、やばいやばいやばい。え、もう、やば。え、やば。いや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 、超綺麗。そしてすごい清潔感のある外壁。あ、ここの住人さんは家の中かな？お邪魔します。もうね。外からして、めっちゃ綺麗やもんね。うわー、いいわー。え、めっちゃなんか落ち着いた感じ。プラダ？プラダとは、あの、ブランドの？あれですか？え、めっちゃ綺麗じゃない？やばいね。カメラやカメラ。めっちゃ映しまくるやつ。超絶映しまくるやつ。これ普通の家なんかな？リビング？めっちゃ綺麗。はい、それじゃあちょっと右側の部屋へ。お、ここは、ま、トイレとか洗面所。こうなんか、なんて言うんやろ、ヨーロッパとかってこう白を基調としたようなイメージがすごいあるし、飛び森の世界でもそういうとこが多いと思うんやけど、めっちゃ綺麗よね。やばいな。超絶綺麗。あ、びっくりした。めっちゃびっくりした。どうも、プピさん。村長のプピです。かわいい。いいね。花飾りまで。おしゃれでいいね。あ、これ肩出し？肩出しの服？え、めっちゃかわいいんだけど。デザイン超かわいい。いいね。おしゃれだね。はい、それじゃあ左側の部屋へ。お、左側は、ここはまあ、なんか落ち着いて過ごす、自室っていう感じがする。あ、この服着とった服よね、肩出しの。そしてワンコがここにおったりとか。え、めっちゃ可愛いんだけど。え、色合い超女の子じゃない？やばいね、いいね、いいね。可愛い。私ね、こういうやつ、
こういう椅子が自分の家に欲しくって、あ、リアルなね。リアルな家に欲しくって。え、いいな、かわいいな。てか、こういう部屋に住みたいんだけど。こういう部屋に住みたいんだけど、リアルな感じで。え、いいな、いいな。もちろん、飛び盛りでもこういう部屋にしたいんやけどね。ほい、そして、2階へ。お、2階は寝室。あ、すごい、縫い物とかするんやね。縫い物をしたり、お、楽器もたしなんでいらっしゃる。素敵。で、ここでちょっと落ち着いてね。本を読んだりとか。で、眠くなったら、ベッドで寝ると。つやー。あ、いいね。で、こっちも座って紅茶をたしなむと。かー。なんかすべての部屋がおしゃれ。なんなの？どうやったらそういうセンスが。私こういう、なんていうんやろう、部屋に立体感を出すっていうことがあんまりできんくって。こうやっぱり、壁際に壁際にばっかり家具を設置しがち。なんか真ん中のスペースとかがすごいスッカスカになったりとかするけん、そういうのを見習いたいよね。ほい、それじゃあ、あっと出た。出たぞ。ほい、もう一回お邪魔します。はい、そして地下へ。お、地下は美容室やね。おー、おしゃれー。いいね、いいね。アロマポットとかも置いてあって。さあ、今日はどういった感じで。私いつも美容室に行ったら必ず、あの、行く前にさ、画像を用意しておいて、その画像を見せながら言うんよね。でも確実にその画像の女の子よりは劣る感じにしかならないけれど。顔が違うから、そこはしょうがない。シャンプーお願いします。美容師さんにやってもらうシャンプーってなんであんなに気持ちいいんだろうか。いいね、いいね。ここでゆったりと、紅茶を飲みながら、待ちたいと思います。待ち時間も別に全然苦痛じゃないよね、美容室って。てか私基本的に待ち時間寝てるからな。はい、それじゃあ。いや、なんかこういう、お、出てきた。なんかこういうさ、めっちゃこういうね、なんかこういう言い過ぎやけど、綺麗な村を作っとったらさ、普段から自分が、これは果樹園ってことかな。いいね。普段からこう自分が飛び盛りを起動して遊ぶときにさ、もう絶対めっちゃワクワクするやん。超楽しいやん。超楽しいやん、こんな村が出来上がっとるとかさ。普通に RPG とかしよるぐらい。あー、いいなー。もう何？なんか同じスタートとは思えんよね、みんな。私の村と。やばいわ。なんなの？どうしてこんな素敵な街が出来上がるの？ちょっと、お、井戸。蜂の巣が置いてある。蜂の巣駆除しよったんかな、もしや。はい、そして2軒目の家に。さっき誰かここ歩き寄らんかった？あ、あの人かな。これは、スープ？スープストック東京？って書いてんかな？スープストック東京。こういうお店があるってことか？どうも、のこさん、スープで休憩しませんか？お、いいね、スープ屋さん？面白そう、お邪魔します。おー、お、すごい、なんかいろいろスープが置いてある。なるほど。パンと一緒にスープを楽しむお店っていうことなんかな。何？海外とかにはそういうのがある。あ、でも東京って書いてるな。東京の方にはそういうお店があるの？おしゃれだな。え、愛媛にはそんなの全然ないんだけど。あの壁にかかってあるやつは？
おすすめメニューですか？ちょっと私おすすめメニューお願いします。え、めっちゃ、え、これ現実にあるお店？めっちゃ気になる。ちょっと撮影が終わったら撮影が終わったら検索かけてみようかな。はい、それじゃあ2階へ。なんか東京っていろんなお店があっていいなってめっちゃ思う。2階は店長さんの自室かな。おしゃれだな。めっちゃおしゃれだな。海外ってなったらそういう感じか。普通にしててもおしゃれよね。レモン、レモンといえば地中海、イタリア地中海ね。はい、そして地下へ。お、地下はいっぱいフルーツが置いてある。ここのフルーツを使ってなんか商品を提供しよるって感じかな。でもなんかね、フルーツパーラーいいよね。なんかもうこういう新鮮な果物を作って商品作ってますよみたいな。あ、しかし高いんだな、そういうお店って。高いんだな。いや、しかしいいんだよ、商品はものすごくいいんだよ。てかこれさ、さっき地下に降りていくときに初めて気づいたんやけど、これケンケンパの床なんや。え、すごいな。なんかどんなものを使ってもおしゃれにできる人はおしゃれにできるな。絶対私、おしゃれな感じの部屋作ろうって思った時に、ケンケンパの床とか絶対思いつかんもん。ほい、そして、結構それぞれ一軒一軒離れた場所に位置した感じになっとるね。はい、三軒目の建物は、こっちだね。もうこのタイルちょっと綺麗すぎない？めっちゃ綺麗すぎない？あ、いいな。色合いとかもね、なんかあんまりよそにない感じで超綺麗なんだけど。お、この辺はなんかキャンプ場で、その奥に、あ、テント、なるほどね。どうもリンさん、ここはキャンプ場だよ。なんかなんていうん、わざと、こういうテントのまんま置いておいて、こう世界観を出すっていうのも、結構ね、いろんな人がやっとるけど、私そういうの全然思いつかんけんさ。もうただ、ひたすら家を大きくしていくことしか考えてなかったけん。発想すげえってなるよね、やっぱり。して、あの、テントの中に入りたいんですけど、住人さん、あ、歩いてくれた。なんかね、動いてほしいときに動いてくれるんだよね。お邪魔します。お、いいね。植物！めっちゃ植物いっぱい。外ね、自然だらけなのに、テントの中でも自然を楽しみたい。自然を愛してやまないのね。そしてこれレポートとか書きようかな、もしかして。研究レポートみたいな。キャンプをやってみて。あ、でも音楽のない生活はちょっと私はあれなんだ。音楽。音楽を。あれかな、やっぱりキャンプ場やけん、音楽を聴くっていうよりは、ラジオとかで、こう、ニュースとかを聞いたり、ま、天気予報を聞いたりとか、そういう感じなんかな。いいね。あ、旗も。ハンナちゃん。ハンナちゃんどうも。やっほーいな。この村にいられる時間短いんだから、居眠りこくなよ。ちゃお。いや、むしろ眠ってこの村に来たんだよ、私。ちゃおやって。この村のハンナちゃん、超絶オシャレやん、やば。お、そしてイタリアンピッツァ。お、イタリアといえば、どうも。マロンさん、イタリアンレストランやってます。イタリアってさ、なんかピザめっちゃ安くない？やばいよね。てか、外国ってピザめっちゃ安いよね。いや、私はいつも思ってるんだ。ピザめちゃくちゃ好きやしね、超食べたいんやけどさ、日本のピザって小さいし高くない？どうしたっていう高さやん、なんか。そんなにするみたいなね。500円とかでいいと思うんやけど。そんなにかかる？値段。
何にそんなにかかっと。材料っすか。いいね。最近このパターンよく見る気がする、リメイクで。綺麗、めっちゃ綺麗。いいなぁ。はい、それじゃあちょっと奥の部屋に行ってみます。お、奥は調理室、厨房やね。いいね。ピザはね、チーズたっぷりで。チーズたっぷりで。私パスタはね、残念ながら、こういうイタリアン系のパスタよりは、和パスタが好きなんやけどね。和パスタいいよ。おろしを入れたりね、いろいろと。美味しいっすよ。これってさ、なんなん？ミルク缶？中にたっぷりのミルクとか入っとんかな？いいね。ダシャン。いや、食洗機欲しいっすわ。やっぱりね、こう常にさ、洗い物とかしよったらさ、めっちゃ手カサカサになるやん。特に冬場とかね、冷たいし。食洗機が欲しいっす。はい、そして、すごいな、おしゃれだな。おしゃれだな。はい、2階へ。お、2階はカフェかな？なんかカフェっぽいね。私は必ずこういう窓際のカウンター席を選びます。まあ、1人で行く場合ね。2人とか3人とか、まあ、2人以上の場合は、ボックス席とかに行ったりとかするけど、一人でボックス席はね、なかなか、まあ、マックでは行ったりするけど。緑にあふれた目に優しい部屋だ。素敵。自転車が趣味なんかな。なんか自転車をこういう、なんていうん、店内の飾りにしたりとかするとこってあるよね。かっこいい。はい、そして地下へ。地下は、なんだ、美術、ね、な、何、お金？お金？売ってるのか、もしや。売ってるんすかね、これ。すごい。芸術品が。なんか、こういう、なんか大量の大金とか入ってそうな。いいね。この辺のは本物なんかな？偽物？まあでも本物やったら寄贈するか。ってことは偽物を飾っとるってことかな。でもまあ全然、ね、偽物ってパッと見てわからんようなものが多いけん、こういうのに使ったら綺麗な感じするよね。ほい。いや、いいなぁ。何より本当に、もうね、広場から一歩出た、一歩出たら、この綺麗なタイルの道が待っているという。いや、この綺麗さよ。この綺麗さよ。いや、感動するやろ。これめっちゃ感動せん。やばいよね。めっちゃやばいよね、ちょっと。いいな。村全体、外観、好きすぎます。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、なんかね、村の外をこんなに興奮するって、やばいね。いや、でも、本当に綺麗。家の中はもちろんね、配置とかすごい考えられとってめっちゃ綺麗なんやけど、外の参り座がすごい。